わさっすみんな、どうもギフライター友です。今回は躍動のエターナルライブを買ってきたので追加で開けたいと思います。前回の5箱開けた後にプラスで1箱個人的に開けたんですけど、やっぱバスターブレーダーはでんかったということで、バスターブレーダー狙いでいきたいと思います。若干ちょっと撮影環境はいつもとは違うんですが、そういう時だからこそ出るもんもあるってね。箱買うメリットとしては応募券ついてくるので、ブルーアイズが当たるチャンスは増えるっていう感じで、商売がうまいですね、やっぱ最近のコナミは。じゃあ開けていきましょい。光物だけサクサク見ていきます。さあ、ウルトラで言えばあれかな。お、途端にウルトラバストバルカンのセンター、これスーパーですか。お、楽器の独占。確かにこれ動画では出てなかったんで、いいですね、楽器の独占。何ですか？シエスタトレーロ、いいですよ、これ僕欲しいんで、無限回収したいレベルで欲しいです。来ないですね、来たね、ウルトラ。何ですか？なんかバストバルカン出るときは結構その関連としてポコポコ出ますね。じゃあこのあと3パックでスーパー1枚とラッシュレア1枚ですね。じらすね。ラスト2パック、これにラッシュレアとスーパーレアが1枚ずつ入ってます。お、まずスーパーレア。お、天帝の遺願いいですね。これ僕1枚しか出てなかったので2枚目いいですね。じゃあ最後ラッシュレア、最後のパックまでじらすとはやるね。さあ、バスターブレーダー、バスターブレーダー来い。はっ、ですよねー。